とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいつもやらないクエスト、ちょっと挑戦してみようと思います。ここのデイリーですね。何かっていうと、プレイヤーがダウンすればゲームオーバーです。一度やられると、おしまいというところですね。あまりここは行きたくないんだよね。でもここって、採掘者系の、エンチャントがついております。なので、今俺が装備してる、ウィザーアーマー、デスバーターついてるんですよ。デスバーターついてるけども、武器と弓に、採掘者がついてるやつ持ってないんだよね。なので、ちょっとね、進化を発揮できてないのよ。なので、今回のこの、クエスト、進化を発揮するんじゃないでしょうか。行ってみましょう。それでは行きましょう。本当はね、弱体化弓使いたいんだけども、無限がついてないので、最初からつけてるとね、矢が欠損するんですよね。なんで、まずは、このパープルストーム、つけていきます。で、矢が400本ぐらいあればいいかな。うん、400本ぐらい、溜まったらば、矢を変えていきたいと思います。やっぱりね、強いのよ。弱体化が。特にこういうね、なかなか死ねないようなところだったら、使いやすいんだよね。やっぱ弱体化で敵の攻撃力が、出てくるやつ、確実に 40% 減らせるので、強いのよ、弱体化弓。よっしゃ、OK。で、おー、危ねえ。デスバーターも、発動してる？いや、わかんないな。あ、発動してる。このデスバーターのね、進化をちょっと、問いたいところです。本当に強いのかい？いや、それは強いよね。でも、あれだよね、武器も弓も、この採掘者をね、入れる隙間がないんだよね。どうしても。なんかちょっと開けてね、入れたいなぁとも思うんだけども、ちょっと開ける場所がないんだ。難しいよね。スキル構成っていうのが。でもやっぱデスバーターって、すごく使いやすいんで、できればどんどん使っていきたいところですよ。よっしゃ、 OK。 で今ね使ってる怒り、これ結構ねいいやつだよね。すっごいお気に入りです。前のダイナモが入ってるタイプ、あれもね全然好きだったのよ。ダイナモも好き。でも痛みを使い出したら、俺痛みの方が好きになっちゃったかもしれない。ダイナモは確かにね、このぴょんぴょんしてダメージの調整がしやすいのよ。すごい戦いやすいんだけども、この怒りじゃない、怒りにはね、この痛みをつけてガンガン叩いていくっていう方が俺の性には合ってたのかな。こっちの方が自分には向いてる気がしますね。で、この爆発がね、今ついてるんだけども、爆発がまた強い。特に高難易度になると敵の HP がもうえぐいので、これの 60% のダメージを爆発で与えるっていうのになると、すごいダメージになるのよ。なんで、爆発は、結構必要かなっても思ってるんですけども、やっぱね一撃一撃のねダメージがね重くなくなるのよね。それがちょっと問題。やっぱり怒りだからちょっとガシガシダメージを与えていきたいところだけども、爆発を入れるんでちょっと火力がね、普通に叩くだけの火力が低くなってる。なのでこれのセットももちろんいいんですけども、ちょっと違うセットっていうのも探したいところですね。何が欲しいだろうな。まあ、とにかく、今つけてるリフレッシュ、痛み、で虚無、
その3つはもう確定だよね。リフレッシュ、痛み、虚無、それは確定だとして、しゃ、OK で、あと1枠の爆発のところを何がいいだろうね。あれでもいいかも。ダイナモでも。あ、いや、ダイナモは向いてないか。ダイナモは向いてないか。あれは、ぴょんぴょんしてダメージを調整するんで、お、脅威が3いきなり溜まったぞ。なので、あんまり向いてないか。となると、アーティファクトシナジーだね。アーティファクトシナジーを入れてあげると、火力がまた違うと思うんだけども。そのセットがなかなかね難しいところですよね。はい、まあ、とりあえず、キャプテンここ居やすい場所なので全部探していきます。またいた。どこどこですか。あ、いたいた。ドラが入んないな。やっぱドラ入れないとちょっとダメージが入りづらいので、ドラはしっかりと入れていきましょう。で、雪玉がやっぱり使いやすい。何だ？モブダメージ 90% 増加。きついね。あと2つは何が来る？いた！よし。ちょっと待って、硬くねえか？ちょっと、あいつもいる。マジか、ちょっと逃げたい。なんすか？プレイヤー HP 40% 減少。嘘でしょ。最後の1体いる。どっかにいる。いた。しゃ、うお、さすがにきついぞ。いけ、よし、 OK で、ラスト神秘なんだ。ラスト神秘は、うわ、ナイトモード。嘘でしょ、きついって。ボスいけるかな。オッケー、ボスまで来ました。おー、よかった。死ぬかと思った。あ、やべえ。行くぞ。あー。やっぱりそこまでダメージ入んないね。オッケー。きついぞ。おっしゃ。ちょっと逃げろ逃げろ逃げろ。やばい、ポーションバリがないと絶対死ぬ。ああ、いやー、きつかったなー。ポーションバリアのやっぱりね、回復がね間に合わないっていうのがねきついんだよね。ということで、やっぱり防具は勇者が欲しい。勇者か英雄、あれだったら全然多分いけたと思うんだよね。厳しいなー。はい。ではまたね、タワー厳選で、なんとか狙っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。